皆さん、こんにちは。今回はやっと偵察兵で、G デス20キルを超えました。ぶっちゃけ、いろんな要因があって不甲斐ない面もありますが、記念動画アップをご容赦ください。さて、敵はどこから湧くのかな？いたいた。我发现了敌人。じゃあ、奥に湧いたと思ったからもう奥の横から。7人対7人。実は人数少なめなのが、今回の好成績な理由の一つです。もういないか？最初の敵を仕留めた。味方が仕留めてくれたようだな。ありがとう。と間違えた、わら。最近バトルフィールドハードラインのベータテストに行っていたので、久々戻って混乱しています。汗汗。とりあえず盲線置いて様子見てみますか。と、この辺りじゃ階段から上がってきたら目に入るな。この辺りかな？そこの下か、借金。ちょっと、BFH やってる間に尻込みしがちになってます。はぁ、やった逃すか。ゲッツ。死んでた。ミニマップ見ると敵来そうだな。射程いただきます。もう一人もキル確定ゲット。さて、そろそろ息バレてるよね。ドキドキ。发现了一名敌兵。ヘッドショットいただきます。プレイモアラッキー。よっしゃ、最後なんぞ取らせんぞ、ビシ。いや、瀕死ですがな。いい加減、ここから去りましょうか。敵いるな。うらやましい。でもキル確定ついたか。ほ、ソフィアバース。兄弟、感謝你。敵は外の下かな。最後いただきます。ラッキー、味方のおかげで助かった。く、砂で砂に負けると敗北感。むむむ、何やら敵も猛戦を起こ始めたな。わあ、とりあえず地雷。おいおい、ちょっと、みんな死んでるだけに。我们看见了敌兵。なんかすなられてるし。
あえずセンサー発動。二人行ったからそっちは任せって、と。全然だな。もう二人は？逃げたか。とりあえず一発。逃すか。ゲッツ。起こさせるか。耳に来るの分かってるんだぜ。配信だ。うわーい。どうもこの人に勝てないな。同じ砂だから敗北感も半端ない。地雷はさっき置いたままか。もう線を引き直しと。ダウン、外した。落ち着いてゲット。後ろもゲット。一発で死ななかった。倒したの蘇生されてるし。やっと当たった。しかも殺されまくってた人にやっとやり返せた。よし、リードしてるぞ。おいお前ら、その調子だ。とりあえず撤回地雷。良いペース。これは20キルを超えてくれそう。敵陣に集中。くそ、リード奪われた。行くぞ。ち。敵陣に集中。はい、ゲット。发现了一名。もう一人いただきました。何人目はいただけなかった。看到了一名敌兵。とりあえず地雷っと。ここにいるのは分かってる。ディビー地雷も壊されましたね。念願の20キルまであと少し。猎击手被我发现了！大家注意，发现敌兵！切！とりあえず地雷で左を封鎖。猛戦で周囲警戒っと。发现了敌人。ミニマップ、なんか曲がってくるやついるな。他にはもういないのかな。ぐるぐるしちゃってるな。
何回も来ちゃってますね。これでもくない。こっちはゲット。いつの間にか出なくなってた。まず一発。我要让出来了。金属製ゲット。つなられた。我发现了猎击手。よし、戦況はこっちのもの。发现了敌兵。敵を止めるな。发现敌兵。发现敌兵。つなられた。おお、ついに20キル超えたよ。しかも起こしてもらえた。ありがとう。感謝你兄弟。ミニマスクで最後にいるのが気になるな。我看到了敌兵。せっかく起こしてもらえたと思ったのに。とりあえず地雷っと。戦況を打開するんだ。門戦のアーケット。敵陣列機手。微妙に動きやがるな。敵兵士をかけ、西さん。すごい、どっかから食らったし。逃げるか。逃げれませんでした。あれ、気づけばこちら側の合計キル数は100超えてるのに、まだ76対76。敵側も100近いキルなのに。どうやら双方に蘇生が多いようですね。結構詰めてたよな。よし、ジャンプしながら逃げるよ。ぴょん、ぴょん。グレーノーゲッツ。少しで死ななかっただと。誰か早くあいつを殺してー。キル確保しいです。起こしてくれたのは嬉しいけど、すでに回復してましたね。兄弟、感謝你。とりあえず地雷。29超えたら、ふぬけたかな。发现敌兵。发现敌兵。稼いでくれるなぁ、ぽ。む、コンテナから放ってるやついるなぁ、ニヤリ。ああ、詰め対決に負けたぁ。近づく途中でセンサーオンした段階で嫌な予感はしてたけどさ。
しかし、このゴミを呼んで同点とは熱いな、シャキーン。負けてるぞ。おい、聞こえたか、押されているぞ。とりあえず地雷。よし、ゲッツ。上かな。リードを奪われたぞ。気を緩めるな。いないか。ベランダから見てみるか。よし、お前ら敵にあと5人やられたらみんな揃ってあの世へ来たからな。見当たらないな。よし、敵はあと5人だけだ。私のですが、敵側の100点目というのもありますが、私が撃った時にこちらは99点だったから、一発で殺せてれば勝てたのに。ぶわ。それにしても最初から最後まで本当同じような点数が続きましたね。熱い戦いでした。ぼ、個人的には20キルを超えてからの不甲斐なさと最後の勝負に負けたのは痛いですが、というわけで成績は24キル13ですでした。人数少なめ&蘇生が多かったので参考記録って感じですが。